はい、どうも、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今日はですね、久々に、ジントニックをね、作りたいと思います。はい。ということで、まずは、こちら使うのが、ニューアムステルダムジンの、冷凍庫に入れといたバージョンです。こちらを、45cc 入れまして、しまった、トニックウォーター忘れてきた。そして、まあいいや、ライム6分の1カットを絞り入れます。ちょっとごめんなさい。トニックウォーターを忘れました。取ってきます。はい。トニックウォーターね。いつも俺が使ってるカナダドライのトニックウォーターと、あとこちらに氷を、まあ、2つほど入れます。そして、まあ、ステアしてもいいんだけどね。ここで、こう混ぜて、もういいんだけど、混ぜた方がいい。ここで混ぜて、あれね、もういいんですよ。混ぜることによってこのグラスが冷やされるからね。まあそんなこと言うならもう最初からグラス冷蔵庫に中入れとけっていう話なんだけど。まあいいや。ということでトニックウォーターで、を静かに入れまして。完成でーす。ジントニック。あ、そっか。ここで最後に、こう、一回、こう混ぜて、これで出来上がりかな。はい、トニックウォーターです。新宿で飲んだね、バーにはね、トニックウォーターの命とも言えるのかわかんないけど、ライムが入ってなくて、ちょっと、なんじゃこりゃと思ったけど、そじゃ乾杯。うん。うめえ。個人的にやっぱりジンはビーフィーターに限るんだけども、ちょっと
まだニューアムステルダム人がだいぶ残ってますんで。これ先にちょっと消費しとかねえと。ということですからね。ああ、ジントニックやっぱうめえな。ふぅ。ジントニックはね、本当にね、適当にね、これライムなんて入れなくてもね、ジンとトニックウォーターで十分うまい。ですよ。正直。ただね、ライム入れた方が、酸味が出るんで、トニックウォーターって結構酸っぱいというよりは甘いんで、で、ジン自体もそんなに酸味っていうのはない。ですよ。だから、そこに酸味を加えるとすると、やっぱり、ライムは、絞り入れた方が、美味しい。酸味があって、ね、美味しくなると思います。とっても大好きなカクテルです、これは。俺がカクテルの中で一番好きかな。うん。一番好きなカクテルですね。ちなみに二番目はマティーニかな。うん。ただめんどいから作らないけど。シェイカー使わないと作れないから、あれは。3番目は、なんだろう。ジン。ジンライム。ジンライムじゃなくて、ジンフィズだっけ。シェイクしたやつね。ジンライムでもいいんだけど、シェイクしたやつの方がいいかな。ジンフィズだっけ。ジンライムをシェイクしたやつ。ジンフィズ。確かジンフィズだった気がするけど。ごめん、違った?あ、違うね。全然違うね。ジンフィズは、あ、全然違う。なんつったっけ?ジンライム。に似たやつなんだ。ジンライムのシェイクすると、あ、ギムレットか。まあ、ギムレットですね。このギムレットっていうカクテルが、まあ、簡単に言うと、ジンとライムジュース。ジンを、3対、ライムジュース1入れて、シェイクして終了。そうするとギムレットっていうカクテルなんだけど、ジンライムは、それをシェイクせずに普通にローンザロックにして、出すと、名前が変わってジンライムってなる。このジンライムも美味しいです。
ただね、シェイクした方がちょっとね、味がね、まろやかになるっつうか。まあ、当然なんですけど、やっぱこう、そうなるんですよ。だから、そっちの方が、個人的に好きです。で、どれもこれもね、ジン系統なんですよ。俺が好きなカクテルって。だからジンは大好きな。蒸留酒としては大好きな部類です。マティーニもジンとドライベルメ、で、ベルモット。うん。使うやつなんですけど。マティーニも美味しい。美味しいんで、ぜひね。まあ特におすすめなのは、まあ、一般的にやっぱ有名なマティーニかな。マティーニが有名なんで。マティーニっていうと、カクテルの王様と言われているカクテルなんで。カクテルの王様と言われているカクテルなんです。なんでかは知りません。が、なんで言われてんのかな？マティーニってね。結構簡単に作れる。シェーカーあれば作れる。で、まあ、ジンとベルモットを使うんですけど。ベルモットっていう酒は、いわゆる簡単に言うと白ワインみたいなもんですね。白ワインを別の工程で、蒸留させて、作った感じの白ワイン。味はほとんど白ワインにかなり近いです。で、ここで俺が押すんですけど、白ワインっていうか、ベルモットの中で一番うまいのが、好きな銘柄があって、ノイリープラットっていう、ノイリープラットっていう、ね、ベルモットがあるんですよ。これのドライ。緑色のやつなんですけど。これがね、クソみたいにうまいんで。まあ、こちらドライブレンベルモットって言うんですけど。で、ちなみにアルコール度数18度。あって、こちらがですね、製造工程が、製造方法は1850年代から基本的に変わっていない。ノイリープラットの原料はマルセイランで栽培されたなんとか種となんとか種の白ぶどうに限定されている。これら特製の、貯蔵庫の中の大きなカナディアンオーグダルで熟成されるさせることで軽くフルーティーなワインができる。半ヶ月間、樽中で熟成させることでワインを熟成させ木のフレーバーを吸収させた後、より小さなオークダルへ移し、野外で1年間保管する。これが重要なんですよ。ワイン作るみたいなんだけど、いきなり8ヶ月普通にワイン作った感じにして、その後1年間野外で、
野外で一年間、本当にひなかなの当たる場所でも、保管されるんです。これがすごいんです。製造工程。本当に日の当たるとこでも、ベランダみたいなとこに、ぐわーっと。ね。これ画像、ノイリープラットってウィキペディアで見るとね、わかるんですけど。そう、日向の場所でも。太陽の熱、潮風、てか海風、そして、冬の低温にさらされることでワインはゆっくりと変化する。その結果ワインはドライで濃厚なコクが生まれ、またその色は、マディラワインやシェリーワインに、似た琥珀色に変化する。1年間の屋外の保管中に、容量の 6% から 8% が蒸発する。まあ、これはあれですね。なお、この蒸発した分は天使の分け前と呼ばれる。まあ、いわゆるウイスキーの熟成の時にも、まああるんですけど、この天使の分け前っていう、まあ、有名な、まあ蒸発するっていうことです。酒なんで、ね、樽の中に入れてても、やっぱり蒸発しちゃうっていう。ことでね、蒸発した分は天使の分け前って言って、まあ、天使に分け前当てましたよっていう感じで。ね、天使の分け前と呼ばれます。で、その後再び屋内で数ヶ月保管した後、オーク樽に移し替える。その際、まろやかにするため少量のミステル、過去ブドウ果汁と蒸留酒と、フレーバーを強化するため、一つまみの果実性を加える。オークダル中では3週間にわたって、過去おそらくノイリープラット特有のマセレーション、過去浸積という工程が行われる。ここでは、毎日20種類のハーブとスパイスが加えられる。添加物はカモミール、ビターオレンジの花皮、ナツメグ、セントーリー、コリアンダー、クローブを含んでいるが、全容は企業秘密とされている。さらに6週間寝かせて、出荷準備のできた製品はタンカーでマルセイユに送られ、マルティーニ、ロッシ社により、瓶詰め出荷される。権利を収めてくるんですよ。俺も振り込みになるのがダメですけども。